燃える脂肪、バキバキの腹筋。皆さんこんにちは、フィットネスメンターヒロです。今回もご筋トレありがとうございます。今回はですね、 HIIT トレーニングをした後に腹筋をするという最このトレーニングをご用意いたしました。このような形でフィットネスメイトルはトレーニング動画実況付きで投稿してますので、もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。心の準備はいいですか？あなたの全力を見せてください。 OK、 いきましょう。まずはスクワット&ジャンピングジャックスです。しっかりとかかと重心で、つま先膝同じ向き、体幹固定して、しっかりと太もも裏、お尻、太もも前、筋肉を使って持ち上げていきましょう。しっかりと持ち上げた後にジャンピングジャックスで大きく大きく動いていきましょう。さあ、ここから追い込んでいきましょう。一発目から全力でやっていきましょう。できるだけ深くしゃがんでいきましょう。そう、その調子。しっかりとかかと重心で体幹固定して、お尻を後ろに突き出すようにして深くしゃがんで大きくジャンプ。残り1秒です。 OK です。20秒間休憩していきましょう。よくある質問に関してはすべて概要欄にまとめてますので、よかったらチェックしてみてください。そして気になることなどは最新の動画にコメント質問していただきましたら、インスタグラムのストーリーの方で動画で返信させていただいてます。よっしゃ、次はバーピーですよ。バーピーで全身追い込んでいきましょうか。いきましょう、全力でバーピー。過去も未来もなく、あるのは今だけ。今本気でやればやるほど成長できるんですよ。成長しちゃってください。バーピーで追い込んで成長しちゃってください。ここからですよ。疲れてきた時からが戦い。絶対に打ち勝ってやりましょう、自分自身に。残り15秒、バーピーで追い込んでいきましょう。12秒前。さあ、そのままいい感じ、いけ。残り7秒、6秒、5、4、3、2、1。OK です。20秒間休憩していきましょう。ナイス。さあ、次はランジやっていきましょうか。しっかりと筋肉を使って支えて、筋肉を使って体を持ち上げる。体幹もしっかりと固定したままやっていきましょう。大きく前に踏み出して、下にしゃがむ。そして上に上がる。そして膝、つま先が常に同じ向きで、膝がなるべく前に出ないようにしましょう。そして膝が動かないようにしていきましょう。足を大きく前に踏み出した後、真下にしゃがんでみてください。その後真上に上がって上体を戻す。あとはその同じフォームをしんどくても続けていくことです。疲れてくるとあなたの脳がもっと楽に上がる方法を取ろうとします。あえてきつい方法を選んでください。残り5秒前です。4、3、2、1。 OK です。20秒間休憩していきます。この後もも上げを40秒間して、その後20秒間休憩して腹筋のトレーニングに入りたいと思うんですが、腹筋のトレーニングは20秒トレーニング、10秒休憩、これを繰り返していきます。最後にプランク60秒間をして終わりとなります。最高ですね、楽しみですね。さあ、行きましょう。もも上げ全力でやっていきましょう。できるだけ高くももを上げる、できるだけ早くももを上げる、しっかりと体幹を固定、走り出したら止まらないウサインボルトのように全力で行っていきましょう。残り25秒間、全力でもも上げをしてください。 OK、 そのままいい感じですよ。キープしていきましょう。あなたはウサインボルトです。世界一早くもも上げをできるんです。疲れてきた時ほど早くする。残り8秒間、全力を見せてください。5秒前。4、3、2、1。 OK です。20秒間休憩していきます。次は腹筋をやっていくんですけど、結構疲れてくるとお腹の筋肉への感覚が抜けてきてしまうんですね。マインドマッスルコネクションが弱くなってしまうので、常にお腹と意識をお腹に持っていってください。さあ、行きましょう。クランチからです。肩を太ももの付け根に近づけるようにして、大切なことはお腹の筋肉を使うことです。お腹の筋肉をギューッと
と硬く硬く縮めて縮めて、常に意識はお腹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 です。意識が違うところに行ってしまいやすいんですが、お腹に持っていきましょう。 OK です。10秒間休憩していきます。次はレッグレイズです。しっかりと足を下げた時にお腹で支える、そして足を上げる時に下腹で持ち上げる、これ意識してください。常にお腹です。お腹で支えてお腹で持ち上げる、常に腹筋を意識してください。少し猫背になった状態をキープするとやりやすいです。背中が反ってしまわないように気をつけていきましょう。お腹を常に常に縮めていきましょう。 OK です。10秒間休憩していきます。次はサイクルクランチです。腹斜筋を鍛えていきましょうか。腹筋の横、横腹です。いきましょう。綺麗な横腹作っちゃいましょう。しっかりと腹筋を使って、お腹の横側にある腹斜筋を使って体を持ち上げてください。常に意識は腹斜筋です。横腹横腹横腹いきましょう。しっかりとお腹の筋肉を使って持ち上げていきます。次はインエンドアウトです。しっかりとお腹腹筋で支えてください。少し猫背になるようなイメージで、お腹で常に支えれるようにして足を伸ばしたり縮めたりしていきます。常にお腹で支えてくださいね。お腹お腹お腹しっかりとお腹で全身を支える、バランスを取るのはお腹でバランスを取ってください。しっかりと足を伸ばしてしっしっかりと縮めていきます。 OK です。10秒間休憩していきましょう。さあ次はクランチ、そしてレッグレイズ、そして最後に60秒間のプランクをして終わりとなります。追い込んでいきましょう。しっかりとお腹お腹お腹です。お腹の筋肉を縮めると体が持ち上がる、お腹お腹です。常にお腹に意識を持ってきてください。疲れてくるとここの感覚が薄くなってしまいます。しっかりとお腹に意識を持ってってください。3秒前、2、1、 OK です。10秒間休憩して次はレッグレイズです。次もお腹で足を支えて、足を持ち上げるときは下腹で持ち上げていきましょう。いきましょう。レッグレイズです。お腹で支えてお腹で持ち上げる、常に腹筋を意識してください。少し猫背になった状態をキープしていきましょう。常にお腹は収縮している状態です。5秒前、頑張っていきましょう。さあラストラスト、追い込んでいきましょう。 OK です。10秒間休憩してラスト60秒間のプランクをして終わりにしたいと思うので、ラスト60秒間楽しんじゃってください。プランクいきましょう。プランクもしっかりとお腹で支えてください。全身の筋肉をタイトにして、足、お尻、背中、腕、肩甲骨周りの筋肉すべてを軽くタイトにした状態で、お腹ですべて支えてください。その状態をキープして呼吸を続けながら、なるべく動かないようにキープしていきましょう。そしてお尻の高さがどん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 変わってきてしまいます。一番お腹に負荷が乗る高さを見つけてください。お尻を上げたり下げたりしてみて、お腹に一番負荷がかかる場所を探して、見つかったらあとはその状態をキープしていくだけです。さあ残り15秒、あなたは1秒1秒成長しています。ナイス。残り8秒間追い込んでいきます。そのままキープしていきましょう。3秒前、2、1、 OK です。お疲れ様でした。マジでナイスワークアウトです。今日も成長しましたね。自分に大きな拍手を送ってあげてください。